やっちゃうよ。大丈夫です。やっちゃうよ。ってことです。じゃあ、ということで、今日はね、はい、なんと、まああのね、このデッキ、まあ皆さん、まあ、知ってるかな？てんちゃん、まあ、てんちゃんまあ有名じゃないけど。ちょっと待ってよ。どうした？それといえばもう見ただけでわかります。さすがに。わかっちゃう。まあこれは、他にいないんで。てんちゃんが使ってる。まあ昔からね使ってるちょっとまあオワコンデッキみたいな感じなんですけど、まあと、はい、いうことで、まあ、てんちゃんがねジャイ教えてって言ったら、俺が今日言ったんですよ、てんちゃんジャイ教えてって言って、そしたらなんかこれが一番強いよって言ってなんか組んでくれたんで、まあ、ちょっと弱そうなんですけど、これでね俺がこれを使って、てんちゃんにアドバイスをもらいつつ、あの BO3 をねしたいと思います。まあ BO3 その日本選手の 2回勝ったら勝つのね、まあ、感じのを、やりたいと思います。ということで、まあ、俺はこれ使うんで、まあ、別にペッカ使って聞いてくれても全然いいし、別にもうインドラとかめっちゃぶち込んじゃってもいいし、全然もうペッカミニペインドラとかも全然いいし、はい、まあ、もう何でも勝てるんでとりあえずお願いします。ペッカミニペインドラでいいですか？全然いいよ、はい、ということでいきたいと思います。まあ、あの出来次第てんちゃんと、おや、フチさんが羽ばたいている、早くしてくんね。あ、俺か？うん。よいしょ。はい。倒しちゃいけない。倒しちゃいけないよ。見てよ。見て。見ないけどね。俺は。とりあえず。はい。ちょっと待って。それは違う。それは違う。さすがに。さすがに違う。おや、あ、そういう姿勢ね。いや、もう分かった。お前のやりたいことはよく分かった。微妙か。どう？まあ、ジャップまで打ったら。なるほどね。うん。これで欠場されるもんな。まあそうですね。あとは欠場されて、普通にあとはちょっとお辛い。ちょっとお辛いかな。あとで、まあまあ結構だな。飛散は2カゴぐらいだ。まあまあですね。おお、じゃ、出た。よいしょ。あー、イスピー回るか。回ってるか。どんどん。下手くそだな。ちょっと待って。何？下手くそだな。俺か。僕、回ったよりもやっぱこっちの方がいいかなってちょっと思ってたんだけど、回すのがやだ。このね、お互い打ち付き合ったところがね、はいはいはい、難しい。ここでさ、逆サイの端前ジャイプとかってどうなの？いや、まあ、ずっと打った後なんで、やってよかった。やってはよかったけど、これはギャンブル。なるほど。まあ、どうなるか分かんないけど。あ、これ、これは。はい。ここに行く。よいしょ。もっと超えてえな。やばい。これ負けたらマジで。首。ジャイコード首。ジャイコード首な。もう二度と許さないから、ジャイコードやる。プレッシャーやばいんだよ、それはさすがに。さすがにプレッシャーやばい。だいたい後出しの方が有利じゃね？うん。だよね。そんなもんすよ。これダメ？あんまり。逆サイに場所。で、だる。これやばい。ありえんほど当て取られたね、今の。さあ落ち着いて、
で先にさ、プリンスかソンと決着するのどっちがいい？決着、絶対。ああ、そうなんだ、うん、なるほどね、理由は？理由はですね、今マスク出てきて、うん、プリンス出しても、なんだろう、なんかもう先にジャイ出すみたいな感じだ、うん、流れ的に。チン！おい、これファイブいらんな。やべ、はい、おいしょ、よいしょ、おっぶねーマジだよね、これプリンスいいんだよね、うん、この流れはしょうがない、仕方はもうね、アイスピが来るよ、うわーやるよ、でもファイブはやっとまでいいでしょ、はい、当たるんかいそれ、しまっしまっ、ああ終わったこれ、やばい、全然決れん、いやーだるいわ、そのミラーで仕掛けてくるんだけど、めっちゃだるい超だるい、ほんとにだるい、こいつ、これで今はプレスピッカーで全然回らないから、ここを突破すれば、まああとは一発も入れさせないから、いいんじゃねえ、抜かさないで、ジャイアルある、押して出して全部前に全部のユニットが前に、ジャイタンクになる、ジャイアルあるな、これ覚えてる、まあさすがに、まあ、俺が30使って勝つのと一緒ぐらい難しいな、いやガチムズいわ、なんか始まりの、うん、マスケは多分ね、メガゴはあのね、ファイザップね、多分打たなくていいんだよな、今のやった感じで、マスケには打たなきゃいけない、そうだよね、うん、打った瞬間だったらもうマスケコメがどっちかできるんで、だよね、うん、理解した、それを延命される方がいいです、 OK、 じゃあそれ以外でいっていやーしばかれた、見せ物にされたわ、うん、とりあえず格付けしといた、一旦ジェイはまだね、まだ早いよと、まだ早いよこれ動画ちゃ動画終わったぞ、待って、お前の席ねえからはい、好きやわ、最近早いぞ、はいはい、はっきりね、早いあ、はっきりじゃん、いや早い動画撮るのにちょっとこれさ、決済でいいよね、うん、教えてもらえる、だから新しい、あ、これさ、これでいいの、下げとんなくていい、出して2枚回してからメロドとかの方がいいかな、いや、こっちを処理すべきなのか、足前つける、いや、いらんかったか、ハケキって基本的に序盤はくっつけないんですよ、なるほどね、2倍になってからってこと、2倍になってから節約しっかり確実に序盤を取り、序盤はタゲ取り攻めつつ守るみたいな、がっつりは攻めない感じだ、がっつり攻めたらもしでカウンターで死ぬか、エリゼロになるまでは攻めないと、そう最初の前の悪いですよ攻めすぎちゃう、それで穴掘り使ったからケツでいい、いや、これプリンス、相手の陸受けとかは意外と考えたかもしれない、まあまあ、程よくうざい、待て、ちょ、これはやってもらった、よしやばい、これはちょやばい、そんなことない、マンも入るよいしょー、決着、ここで決着でしょ、ここは素人は始まり出しちゃうけど、やっぱ俺ぐらいのプロとなんて決着だよね、どう、まあ、ありがとう、はい、これは ISP からのメガホ、おや、メガホロもうやばいな、それもう、じゃあもう大型呪文がないことを
解した上でのきつい、それマジで、いけいや、配合の方が良かったか、これ持ちこたえられる、やめてくれ、やめて、持ちこたえないで、やめてくれ。おいおいおい、10%、やべ、10%しかない、充電やばい、それやばい。それヤンキーじゃないですか、荒井さん。通んない、これ変わんなくないですか。あ、やべ、やばい、終わった。何言ってる、あれじゃん、うん、最後ないから、始めるか、予選始めますか、始めるか、ちょっとあの30秒待ってください、充電器持ってください。はい、そう、俺一人ね、まあ、魔法だし、甘いっすね、全然甘い。まあ、まあ特殊だからな、この台は、まあ、簡単には使いこなせないよと。はい、感じですね。結構でもこのデッキもおライドラに強いんですよね、結構、まあ、強いまではいかないですけど、弱くない、うん、弱くない。ただ一番言いたいのがライドラが流行ってライトニングが増えること。ライトニングしかいねえもんな、なんならペッカライトニングとかどうしようもないでしょ。ペッカライトがもうね、これは新事件の一体だけラストだから、あれね、勝った方が100点だね。100点、100勝。もうマウント取り終わったから、ちょっと待ってくださいね。もう今頼んできていい、早くしろよ。あらはなと思って、うっせぇなと思って、着定タイム、うっせぇなと思って、あっ、でさ、柔道になるとか言ったからめっちゃ来てきたんだよさ、バキアってね、俺な、でも会社内はそうでもないでしょ。いや、俺暑いんだよ、クラブのとね、温まるんですよ、やっぱり。まだか、はい、せーの、いけるよ、しょ、ええですね、よろしく。ニステの島は初手で切っちゃっていいんだよね。うん、基本的に切ります。一回ちょっと大事故になるみたいな。あんの、うん、裸いい、次でもジャンプ切ってコウモリアナホリが来たけど、まあまあだるそう。まあ、アイスピーがあればなんともないですよ、アイスピーが。あー、オッケー、理解した、スケラな、オッケーオッケー。なんで、いや、俺わかるんだよ、今言う、いや、違かったらいいね、違かったらいいんだけど、多分スケラっぽい匂いがするんだよな、結構スケラっぽいな、この匂い。あ、スケラっぽい。あ、これダメだ、ジャッピー丸がいる。いやいや、いい、丸太切ったからこれ出しちゃっていいでしょ。いや、これダメか、攻めすぎ、その人はちょっとよくわからん。グッズはね、もう墓石に切りたいからな。あとアウトローもいるし、墓石に切っちゃうと。ちょっとやりすぎた。うん、慣れてないデッキ使うとさ、こういうになるの。エリゼロになるまで攻めちゃう。マジでやるこれ。どうしよう。ああ、アウトローしてもいいんだけど。なるほどな。クルトしたらどうですか。
マルテ切った後って、マジで、ステラがちょっと厳しいですよね、その時に。確かに。ここは攻めない方がいいか、あんま。まあ、マルテ切った後だから。メロンザピンがどうやってもそうなんだよな。うん、後ろ出しすぎるとステラ打たれるんだよ。ちょっと高めに出さないと。いや、プリンス、まあまあ残ってるな。ちょっともったいないから出ちゃうんだよな、こんだけ余ってると。しゃあないか。多少。はい、決勝。うん、フィニッシュして、寝ようでしょ、寝よう切って、スケッって。はい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 、オッケー。でも見ますか。まあまあまあ。あ、違う、ザップで終わった。あ、これ結構うまいな。うれ、落ちた。はい、マジか。マジか、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。あ、マジで死なない？いや、これやばい、これやばい、カウンターやばい。ちょっと待って、何相手がスモークしたら、アイトローはノアップかな、アップか。ちょっとさあ、頼む。よし、全然通らん、それ。よし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 。で、スケとザッピーとマイクチューブ、3回ボットから、ケツでよかったかな。これが美味しい。そろそろか。しょ、あ、これザップってよかった。よし、来た、一発。よかったな、かつけたワンちゃん。待って、その意味はだるい、さすがに。名前にすれば。なんか冷たいわ。ダメ。本当にダメ。ダメです、冷た。待って、分かって。危ねー、これをすることによって、お前は攻めれない。待って、一発入るじゃん、これ。よしよし。やばい、もう狂ってる、狂ってる。やばいやばい。よし。よしよしよし。ちょ、ちょ、ちょ。やばい。やばい、やばい、マジで。え？あ、これかな、やっぱり。これかな、やっぱり。ちょっと待って。ああ、よしよし。よし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 。100点、100点もらった。DJ がきついんだな。ということで、どうですか、僕には。そうですね、もう結構、その墓石にウッド打つのを意識すれば。そう、ウルトね、俺はジャイ使うのがその初心者なんだけど、隣にテンちゃんがいつも、ペッカーに勝てるじゃないんですよって言ってるから、ラキさん、ラキさん見てください、俺。ペッカーに勝てるじゃないんですよって言ってるから、どう？勝てますよ。いやでも、じゃ最近のペッカはライトラいるんで、ちょっと話が違う。話が違うな。俺もこんなのしか。ただそのまあユーノの突進の前にザップってプリンスカツンとかね。ああ、なるほどね。うん、ああいうのをやっていけば。そういうのってさ、もうあれじゃん、なんかさ、手札例えばさ、うん、なんだろう、ギャング切ったから。なんかガゴムレが来るとかさ、そういう読みじゃなくてさ、単純にもうさ熟練度でなんかやってて気づくやつじゃん、うん、そのユーノにザップ打ったらプリンスの突撃が入るとかさ、なんかあるよね、ほんとそういうの、うん、もうびっくりですね。びっくりだよ、びっくりドッキリザップですよ、ね、いやー、なるほどね、まあまあまあという感じで、まあ、習得しとけば、うん、まあこれでね、まあ好評なら第2弾もやりたいなと思うので、ジャイ講座を、ジャイ講座、大吉ジョーンズの大講座を、プチさんのクローン講座とかやらない。いや、呼ぶ、もう呼ぶから、期待しておいてください。はい。まあ、ってことで、まあね、こんな感じでやっていくんですけどね、まあ、まだね、世界大会の相手が決まってないんで、うん、もうひたすら、なんか、もういろんなデッキをね、幅を増やすしかないから、今は、てんちゃんにじゃあ教わってるんですけど、まあ、これ終わったらね、まあ、ミカさんにバルーンとか、フチにゴレとか、ね、教わろうかなと思ってます。ということでね、まあ、毎日2本チャンネル登録、
チャンネル登録じゃないね、チャンネル出してる、毎日2本チャンネル登録してる、毎日2本チャンネル登録してるんで、はい、よろしくお願いします。ご利用なんですよ。ということで、今日は番組で終わります。バイバイ。